皆さんこんにちは、近所の外国人です。どうもよろしくお願いします。皆さん最近勉強してますか？あ、めっちゃ脱毛で肌荒れてる。やだ。学校はまたオンラインで受けてるんですけど、日本語の勉強頑張ってるんだけど、私の知らない日本語まだたくさんあるんですね。ビビったうぬぼれてた。俺はなかなか日本語喋れるやつだと思ってたけど、なんかこんな普通の日常で使われる単語でもなんか分からないやつよくあって、なんか分からない、聞いたことない単語もあって、その上になんか一応分かるけどなんかスルスルと話せない言葉がたくさんある。なんかすぐ出てこない言葉はたくさんあって、これは問題だと思って、今日は日本語能力試験のための練習問題とか、なんか日本語能力試験のために覚えた方がいいっていう言葉と、そういうちょっと練習問題があるんだけど、今日は一緒にやりましょう。一緒に勉強、日本語の勉強しましょう。最近の日本語の勉強してますか皆さん？ね、忘れちゃうよ、日本語忘れちゃうよ。まあ自分の日本語の勉強を動画にして、一石二鳥っていう感じですね今日は。で、さっきちょっと軽く目通したんだけど、この中でも全然知らない日本語がたくさんあって、愛想がいいとかわかるんだけどあんま使わない。そういう自分からなんか言われたら何言ってるかわかるんだけど、自分からその人と愛想がいいって、まあこれから頑張って使います。センスがいい、それはわかる。もう英語混ざってるし、ここね便利やね。英語も中国語韓国語も書いてあるね。センスがいい、わかる。気立てがいい、これ知らんくて、知らんかった。気立てがいい。まさに good natured、 まさに合同のこと。その近所の外国人は本当に気立てがいい人だったらいいのにね。ちょっと変わり者潔い。うん、そのうさぎなかなか良いでね。なんか俺の笑いのセンス小学生レベルかもね。いや、小学生とおじさんギャグが混ざった微妙なセンスですね。センスがいいと言い切れないですね、私のこと。潔い。Frank. Frankly admit one's mistake. 潔く罪を認める。潔きはまっすぐじゃないな、これ。潔く罪を認める。情け深い。言われたらちょっと、まあ情けっていう言葉もわかるし、深いっていうこともわかるんだけど、情け深い人、なんか人に対して俺は言ったことないから、今度使いましょう。婚約者たちはとても情け深い人なんで、助かってます。用心深い。これね、よくアニメで出てくるからわかる。まあ、アニメに出てくるやつはさ、もうわかりきってるよね。リリシー。これも、聞いたことなかった。Gallant。ガレンツって言ってもなんか何が言いたいちょっとわからないよね。リリシー、こっちで調べようか。リリシー。 Gallant, brave, imposing, or inspiring, severe, biting, chivalrous, manly, dignified. なるほど、わかった。リリシーもまさに私のこと。はい、次。若々しい。あ、なんか当てはまる単語多いね。俺覚えておいた方がいいよね。勇ましい、またリリシーと似てるよね。まあ、勇ましいっていうのはもうちょっと勇気があるってことかな、わからん。たくましい。ありがとうございます。思いやりがある。ああ、ちょっと当てはまらないね、俺。気品がある。これも知らなかった。気品がある人。私は気品がある人なんで、あ、自分のことで言わないか。気品があるって言ったらさ、完全にいい意味で、言ってるってこと？あの姉さんちょっと気品があるねとか、なんか悪い意味で言えるかな、これ。色気がある。うふ。あれ、なんで書いた？色気がある。これは分かってた。これは分かってる日本語。しとやか。 Gentle, modest。 しとやか、これも聞いたことなかった。俺のことではないね。チャーミング。おお、来た。ゴード。
ゆど。ゆど。ゆどに点々ついたらどんな音になる？ゆど。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 バックステッチ。気まぐれな。多分こんな、本当は俺には一番当てはまるのは気まぐれ。これはしていた単語。Fickle, capricious. Fickle, capricious っていうなんか、っていう言葉はもう会話の中で使ってたらもうちょっとたくさん小説読む人って感じやね。近寄りがたい。まあこれはもうわかるよね。無口。Reticent っていうこと、英語でもわからない。これ、Reticent。なんか陰気な雰囲気とかだよね。でもあんまり自分から出てこない言葉やね。陰気。これから覚えよう。豆な。豆な学生。俺のこと。えい。生真面目な。生真面目。真面目って分かるんだけど、生真面目ってあんまり聞かないから分からなかった。生真面目な人。勤勉な人。誠実。あ、まさに俺のことが来た。この、ゴード紳士がすごく誠実な人間で。まともな。まともな人間。まともなやつじゃないってよく聞くよね。大柄小柄。人の、今まで人の性格についての言葉だったけど、これはもう体やね。活発。コロナになるまでは私は活発に活動していました。活発な人間でした。有望。有望がある人。有望な将来。ね、この YouTube チャンネルの将来は有望ではない。有望できない。有望ではない。どうも、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。純粋。あ、若い頃のゴードは、ちょっと危ないぐらい純粋な人間でした。無邪気。若い時の俺も無邪気だった。無邪気。無邪気って、まあ、こういう言葉、わかるんだけど、自分からね、考えずに出てきてほしい。温和。これも知らんかった、温和。mild and gentle。温和な朝。温和な景色。どうやろう。気さくな。気さくっていう言葉もわからんかった。わからんかった。おおらか。magnanimous。と言ってもちょっとわかんない。おおらか。おおらか。placid, composed, serene, calm. big hearted, broad minded. magnanimous. 英語の勉強にもなるね、これ。big hearted, broad minded. right, broad minded. おおらかな人間。素朴。素朴な質問。あ、素朴な疑問。素朴な疑問かもしれないですかとか。そんな使い方。デリケート。あ、この外国人の心を表す時の使う言葉。物好き。物好き、curious。慣れ慣れしい。ゴードは婚約者たちに対して慣れ慣れ、自分の婚約者だったら慣れ慣れしいっていう言葉です。言えないね。ゴードは慣れ慣れしいんだよ。いやらしい。これはしてる。まあこれ両方してること。いやしい。スーパーチャットが入ると、ゴードはどんだけ癒やしい人か分かってくる。しぶとい。しぶといやつやな。荒っぽい。rough course。加熱使いが荒い。extravagant。これをね、知ってる言葉やね。おせっかいな。noisy。おせっかいなやつや。俺の住所とか俺の収入まで聞いておせっかいなやつやな。おっちょこっちょいな。これは使ったことない。おちょこちょい、おちょこちょいな。おちょこちょい。おちょこちょいな。おちょこちょいな。使ったことないこれ。覚えよう。おちょこちょいな。忘れそう。でしゃばりな。intrusive。でしゃばりな人。でしゃばりに入ってきた。でしゃばり。な行為でしで、うん、わからん。キザナ、これも聞いたことない。キザナ。ちょっとそういうキザナ見せ方やめてほしいわ。とか。ルーズな。あいつ時間にルーズやな。とかね。それしてる。ブレ、ブレ者が
世の前で無礼なことを申すなとかね、よく使えるね、今の例文。どうですか皆さん、今までの日本語みんな分かってる？まあこの動画見てるのはみんな日本人だからな、みんな分かってるのは当たり前よね。でもね、ね、みんな俺の勉強に付き合ってくれてありがとうな、ありがとう、上目線で、こうやってもう多分試験もこんな感じかな、こんな感じやな。まあとりあえず全然使えそう、日常でたくさん使えそうな単語は、あ、なんかし俺のまだ知らない単語がたくさんあって、ちょっとビビったっていうだけの動画なんだけど、ちょっと質問答えてみよう。正しい方に丸をつけてください。私の夫はとっても金遣いが悪い、荒い、どっちかな、荒い。彼はちょっと時間に、あ、さっき俺が言ってたルーズなところがある。彼女は大スターなのにとっても近寄りがたい、気さくな人です。でもこの気さくはあんまりわからなかったね俺。豪華で何々、輝きの宝石、気品のある、あ、気品は人にじゃなくて物に使う、宝石とかに気品のある人とかじゃなくて、もう気品のある宝石。でも皆さん、この4番の質問でこの日本語の試験何が一番難しいかっていうと、こういう質問答えるときは我慢するのは一番難しい。一番必要な能力は我慢する能力。だってさ、豪華で色気ある輝きの宝石、めっちゃこっちにしたいじゃん、面白いから。もう色気ある宝石ってどんな宝石かなんか想像してみて。だってもうこれ、もう答えは気品のあるって分かってるんだけど、色気がある宝石面白くてこっちにしたいから、それを我慢するのがもう精一杯。あー、難しい。みんな分かってくれる？あんまりお金に癒し、でしゃばりな人は嫌われます。癒しだよね。でもこの癒しとでしゃばりな、この両方の言葉こんな感じかなって分かるんだけど、そこまで分かりきった単語ではない。私にはあの店員は誰にでも愛想がいい、センスがいい誰にでもセンスがいいでもほぼ私が頑張って勉強して覚えた言葉だから、正しく答えられるんじゃなくて、なんとなくこれじゃないと思って、なんか運よく正解を選んでるわけ。彼女は将来チャーミングな新人女優です。有望って答えか、これからの話。彼女は将来有望な新人女優です。活発な有望やな。彼は何々の肉体をしている、凛々しい、たくましい、潔い、おおらか。ここはこういう質問みんな結構引っかかるんですよ。この質問みんな結構、ま、100% 間違える。これはトリッククエスチョンだよ。この正解は5番を書いてこれですよ。あれ、俺の書き順はなんかめちゃくちゃな気がするよいしょ。書きづらい。そう、さっきの4番から、色気があるの、色気のある、色気のあるでも正解になるんですけど、この 1,2,3,4 から選ぶと×ですよ、×。あ、本当の正解は5番の自分で書いて、色気のある、彼は色気のある肉体をしている。これは皆さんどうでしょうか、勉強になりましたか？私ちょっとワクワクしますね。これからそういうたくさんの単語とか覚えて、
今までよりもっとうまく豊富な単語で思ってること感じてることみんなに伝えられるようになったら嬉しいから、そういう新しい単語とか言葉を覚えていくのは悪い気分ではない。皆さん、今日の日本語のレッスンお疲れ様でした。そして私の、可愛い学生の生活サポートしたい人たちは、Amazon 欲しいものリストで何か買ってください。じゃあねー。